まあまあまあ、おふざけはこのぐらいとして、マスクのウルラジオ、日本でーというわけで、まあ、時期が時期なので、今回は、ハロウィーンの話をしたいと思います。はい。ハロウィーンって、まあ、まだ先あるやんと思いますけど、今もう、25日なんですよね。で30で、あと6日しかないんですよね。いや、31ってすごいっすよね。すぐ。というわけで、トリックはトリートということで、まあ、ハロウィンの日はちょっと帰国したいなって今は思ってるんですけど、どこなんでちょっとね、どうだろうねって感じです。はい、ちょっと怖いです。はい。あと、トリックはトリートで、多分、編集が出るかな。編集とか、サムネイル、タイトルの上にあるドンと分からない人の説明すると分かるかみんな。そう、サムネイルってあるんですけど、調べたら出てくるかな。ドンと画像がね、あるんですけど、まあ、まあ、ちょっといろいろ、ちょっとね、写真があるんで、まあ、それにしたらいいかなって思ってます。はい。なんですけど、皆さんはハロウィン仮装しますか？そうなんですよね。ここ、静岡市にいまして、僕一応静岡の地方、から、静岡に今グループで来て、まあ今日来たんですけど、まあ、ちょっとまだ慣れないので、もう31日までどこまで行けるかって感じですね。はい。まあ、仮装した人に対してインタビューとかも必要ありだかもしれないですね。それでなんか、普通に不審者扱いされたら嫌だけどね。まあ、ちょっとそこはどうかわかんない。うん。インタビュー系ってあれ不審者扱いされないかな？なんかインタビュー、なんか、誰もが知ってるさ、この YouTuber さんとかならさ、インタビュー系の、この人なら、まあ、あの人だってなるんだけどね、底辺があってもね、ならないんすよね、多分。で、こいつ、不審者やばってなるだけなんだよな、多分。だからそこら辺をどう考えるかって感じなんですけど。まぁ、ちょっと、企画をしたいなってでかい。と思ってるんですけど、まだわからないですね、はい。俺でさら忘れるので。まあ、ちょっとわからないんですが。まあ、というわけで、ハロウィンが近いっていう話ですね。皆さん、昔何が好きですか？まあ、コメントに書いてくださいよって感じなんですけど、まあ、コメントに書く人もいないという、それを見に、まあ、僕の動画を見に来る人もそもそもがいないっていう、まあ、現実ございますね。はい、残念。まあ、そもそもね、来ないよっていう。あ、もう全然コメント書いてくれていいんですよ。だけど、いないんでね、はい。多分、一人いて、やったーって言われて喜ぶぐらいなんで、多分ないですけど。まあまあ、書いてくれたら嬉しいです。キャンディー派とか、チョコ派とか、まあ何でもいいと思います。うん。お菓子何でもいいって人もいれば、僕今まあ、ちょっと、最近食欲落ちてるので、まああれなんですけど、どうするって感じです。あ、ごめんなさいですよ。おーっと響いていく。そして花火とかやばい。まあ、というわけで、ハロウィンが近いよと。バリバリ音聞こえてるもん、別にいいよ。うん、まあ、鼻かんでも問題はない。僕、ハズレじゃないんで。というわけで、まあ、ハロウィンが近いから、どうしようかね、企画やろうかね、って、まあ、悩んでるっていう話ですね。うん。皆さん、ハロウィン何しますか？うん。まあ、僕も何しようか考えてるので、まあ、一緒に盛り上がっていけたら幸いでございます。まあ、盛り上がらないだろうけどね、そもそも見る人がいないんで、残念！というわけで、